ボーリングで一番ピン倒したやつ負けー。皆さんボーリングっていうスポーツ聞いたことないかもしれないんで説明させていただきます。ボーリングっていうのは、え、突っ込めや本当に分かんないと思ってる視聴者の中にはバレずに、だからバレないように、バレずに一番ピンを倒さなかったやつ勝ち。ピンを普通だったらストライクを狙いに行くじゃないですか。ピンを倒しに行くよね。そうで、今回はわざとピンを倒さないようにするってこと。一番多く倒さなかったやつが勝ちだから、ね、勝ち。だから点数が一番低かったやつが勝ちということです。だから、まあ、バレんように、あーミスったみたいな感じでガラガラ出したりとかこうめっちゃ本気で投げた顔して1分しか狙わんとか。投げたハルチ。あ、もちろんハルチね、うん、いかに怪しまれないようにバランスよくやるか。ハルチって何かやってたら何かできないから、ボーリング集中してたらこっち気づかないの。心霊スポットの下ネタもさ気づかなかったら多分そういうことだもん。ということでちょっとハルチ迎えに行って早速ドッキリ仕掛けていきたいと思います。ボーリングのピン倒さずに出てきてやっていくよー。あー、待ってー。本日はですね、まあリクエストでも多々来てましたボーリング対決というものをやっていきたいと思います。早速1ゲーム勝負していきましょう。ボーリングしてんじゃん。はい、ボーリング苦手だよ。いいよいいよ。ハルチ1投目。はい、どうでもいい。あ、欲しい欲しい欲しい。お前さ本当に、それ俺もやりたいわ。やりたいわ。いいとけ。さあみんなの挑戦。よいしょ。お前ほんと下手くそだな、パーマー。よし、ナイス。はるかと 1本しか分からん。俺がほんとのボーリング見せたる。あの、ちょっと指痛いで俺めっちゃ、これ指多分折れとるで、やばいかもしれない。あー早いっす。大丈夫か、指ボケかマジか、どっち。じゃあガチで、あ、じゃあ左で投げようかな。何でいいや、左の方が。そう。直線。何のグー。やばい、今日ハリが勝てるんじゃない。ボケとかない。じゃあ。お前らちょっと待って、ちょっと待って、今日ハルッチに負けるんじゃね。やばい、今の普通にショック。やっぱオイル悪いやん。なんでその顔できる。やっぱオイル悪いわ。2周目。おい、ちょっと待って。やばい。あー、こいつ絶対ラウンの感覚で投げとるもん。 OK、 OK、 OK、大谷翔平と同じぐらいの速さが。待ってください。俺ガチは本気出すね。指気をつけて。指は気をつけろよ。ふざけすぎたわ。よいしょよ、お前。そら何それ。指危ないね。指めっちゃ危ないね。何これ、怖いんだけど。何何何何、マジで投げるぞ。カーブやめた方がいい。まっすぐの方がいいから。なんか回らんのじゃない。ここはね、マジでカーブ使いにはマジで向いてない。ここ行くわ。危ないって。やっぱちょっとお前、まあ、出てけこのリングから。お前、何までやろう。お前、何までやろう。なんでそんな悔しがれる、その結果で。飛ばしすぎだって言ったら、めっちゃ怪しいんだよ。やばい。え、今ので9本倒れる。さあ、みぞ、ガーターズ好きです。お前、何やっとんの。ねえねえ、もうやめや、カーブで投げるの。ねえねえ、本当にちゃんとやって。もうカーブやめや、カーブやめや。おいいや。いや、でもやっぱまだまだ上がるじゃん。左付き合うみたいな。うん。今のは惜しい。やっぱスポッチャの
感覚でやっちゃダメ。なるほどね。スポーツの感覚でやっちゃいけばね。うん。あ、あー、そんな曲がらんかった。あー、キワイだね。スペア、スペア。やっても無駄やって。ゲームちゃんとやってみ。ちゃんとやっとんねん。最初の1ゲームでむずいよ。慣れるまで時間かかる。いきます。はい。うっそ。俺はちょっと先に倒す。さっきから9本多いな。早いだけ。いやこれさ、2ゲーム目から取ればよかった。敵惜しいから。間違いない。フォーム、あ、これいったんじゃない。ゆっくり行こう、ゆっくり。スペア、スペア、スペア、スペア。でさ、やりきったし、ボケ、カッパが。どうだよ、カッパ。5球目投げまーす。マジでミス、マジでミスるつもりでいっちゃった。こうなったよ。だよね。逆のカーブとかあったよね。そう。
うまいやんて、これスペアだろ、コバ。うまい。おお今んとこ小林が1位、水戸に俺3位。ああ惜しい。惜しい。ザコは下がってきて。誰が言うとんねん。わかりきる。ああ惜しい。次ピンタを下がったらマジ殺すよ。うん。みんな様子がおかしいやかちょっと倒れめちゃえこれめっちゃ行くよめっちゃ行くよ欲しいな指の毛がどうしたんだいくおかしくなっとるやんけとうとうお前さ永遠と学ばんやんうまいんじゃない？もっともっと。さっきやったのにね。ストレート締めるわ、ストレート、うん、だから、そう言ってたやん、さっきお前、帰れよ、マジで何しとんねん上からボールが落ちたじゃあそのリアクション無駄やで何が何ちょっと、ちょっと行くか、ボケお前さこれ、あれじゃないあらのちやってない、ちょっとちょっともうダメだわ今日は勝てんもうええってそれすごいすげえどういう企画だと思う？スコアを稼ぎたかったやつのチーム。
途中まで、ハルチもやってたよな。最初ハルチやってたよ。そのフラゲーションがバレて、ハルチも参加しとると思った。そうそうそう、普通に。ということで、まあ、今回、ハルチにバレずに誰が一番ボウリングのスコア低いか選手権やってました。本当に調子悪いなの、まあ、ということで、かしこチャンネルの本当のボウリングの実力を見たいということも多いので、本当のボウリング対決ちゃんとやります、ちゃんとやります、はい、では、高評価、グッドボタン、コメント出しさんお願いします。かしこチャンネル、はるっちのインスタグラム、TikTok のフォローもよろしくお願いします。あと、クレジャー